はいどうも、つけ麺ズーン、いちと、しょうた、あべちゃん、はい、はい、今日はですね、はい、はい、イケメンは前歯がなくてもイケメンなのかイエーイ来ました。この日がビジュアル担当、しょうちゃん、しょうちゃん、最近ね、前歯の方がね、ちょっと今治療中で、ね、すぐ抜けちゃうんですよね、ね、ちょっと一発まあまあこれをちょっと使ってね、はい、今日はイケメンが言うフレーズとか行動みたいなのをやって、前歯が抜けてもイケメンなのかっていう検証ですね。まあ僕らがそれを見て判断するってことです、ね、そうまあその見てくださってる人も、まあ、コメントとかで、そうですね、言ってもらえれば叩かれんだろうな大丈夫、翔ちゃんイケメンだから大丈夫。はい、ってことでね、やってみますか。早速、うん、検証してみたいと思います。はい、やりましょう、やりましょう。かっこいいね、俺。かっこいい、翔ちゃん今日もかっこいい。まずは壁ドンから。そう、有名なシーンですよ、翔ちゃん。じゃあ、じゃあいつもやってるやつでいいですね。おお、さすがイケメンだからいつもやってるのね。じゃあ壁ドンお願いします。歯ありバージョンで。俺の女なれよ。かっこいい、かっこいい、やめてやめて、かっこいい。でも今のは勝者は、うん、濡れたで、濡れた歯抜けバージョンですかね、次。はい、はい、歯の調子どうですか。もうバッチリです。お今ダメです。今ダメ、はい、じゃあ翔ちゃんの話マージョン、はい、よーいスタート。俺の女なれよ。はい続きまして、次はタバコですね。まずはハーリバージョンのタバコ吸いイケメン。かっこいい、かっこいい、絵になるわ。はい、続いて話バージョンです。パチンコ屋にいるクソ爺。おはよう。朝ごはん何する？俺作ろうか。おはよう。朝ごはん何する？俺作ろっか。はい、はい、ってことでね、見てまいりましたけどもね、ハーリーバージョンとナシバージョンで見比べてみましたけども、うん、やっぱまあ歯大事やね。大事ですね、歯は。歯は大事あれ、翔ちゃん今歯あんの？歯大事。どんだけイケメンでも、うん、やっぱり歯はないとやっぱそうですね、ちょっとなんかボケる、うん、ボケるというか、うん、なんかなんだろうな、歯ってほんま大事なの。大事ですね。この企画がもし良ければ第2弾が第2弾あるかもしれません。はい、まあ歯以外でね、うん、イケメンシリーズね。そうそう、イケメンシリーズで。はい、ってことで検証結果、歯がないとダメ。ダメ、ダメ。ってことでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。